はい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 、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でーす。お届けするのはアッシエ佐久間ゆうごでーす。はい、てなことで早速本日のお題を読んでいきまーす。結果をすぐ求めない、こちらのお題を今から読んでいきます。結果をすぐ求めようとする人は成長ができない人です。行動をたくさんして早く成長するというのであれば分かります。汗を流してたくさん行動をして短時間で成長できるというのは正当です。しかし行動をろくにしないで結果ばかりを早く求めようとする人は往々に失敗します。感じ合ってるかな。本当の成長は体に染み込ませるものであり、時間がかかるものだからです。すぐ結果ばかり求めようとすると体に染み込む前にやめてしまいます。だから一時的に結果が出たように思えても少し経てばまた元通りになってしまうのです。あなたが幼い頃自転車に乗る練習をしたことを思い出しましょう。自転車は乗れるようになるまでに時間がかかります。少し進んでは自転車が倒れそうになり足をつまついてしまい、また少し進んでは足をついてしまいます。その苦労の繰り返しが永遠と続きます。このまま自分は一生乗れないのではないかという不安が出始めます。自転車を1分で乗れるようになる方法はありませんかと言われてもありません。結果をすぐ求めようとする人は成長から逃げている人です。諦めやすくしのぎの手段で乗り切ろうとする人です。本当に自転車が乗れるようになるためにはやはり時間をかけて練習するしかありません。親に補助してもらい幾ばくか助けてもらうこともあります。ですがやはり最終的には自分が練習を繰り返し汗を流して経験を積むことが一番自分の成長になります。いずれ乗り方が体に染み込んでしまえばついつい焦げるようになります。乗れなかったところの苦労は何だったのかと思うはずです。それでいて自転車に乗らない時期が少々長くても忘れることはありません。体が覚えているからです。体で覚えることは忘れません。自分が経験を積み時間をかけて体に染み込ませることが一番の自己成長につながるのです。すぐ結果を求めてはいけないのです。今日の格言、結果をすぐ求めるのはやめる。そうだね、確かに。例えば今この撮ってるゆうご .tv も何がきっかけで始めたというとね、一番やっぱ自分のため。自分がこうやって発信することによって、記憶に残るかなという、そういう思いですね。でもそれが、こうやって配信することによって誰かが見てるわけですよ。一人でも。その一人でもいいから、誰かの役に立ったなぁと。いい気づきがあったなぁと思えれば、自分はそれで幸いです。俺、子供の頃からそういう考えなんで、自分を、なんつうのかな、自虐的なギャグとか、自分はいくら恥かいても恥ずかしい、思いとかなんか下に見られる思いしてもいいけど誰か一人でも笑顔になってくれればいいかなという考え、これガキの頃から変わってないんですね。だからこれからも別に万人に受けなくてもいい、一人だけでも笑顔になってくれたり癒されたり楽しかったなって思ってくれる人がいたらいいなと思ってます。はい。そんでもって、やっぱすぐ結果が出るわけではない。俺、ゆうご .tv 多分3年、4年、いつから始めたんだろう。
4、5年やってるのかな、2003年くらいかな、3、4年やってるけど、まだ視聴者数100人も満たない。まあ動画アップしてる内容によっても違うけどね。まあでも最近やっと1桁台から2桁台に来ました。これも成果の現れ。このアドセンス、この YouTube で得られる収入源みたいな、もう3、4年やってるけど、今のところ6000円。だけど、6000円だけど、自分がこうやって好きでただ配信してるだけで、プラスお金も入ってくるって、こんな嬉しいことはないですね。だからね、これからも、やっぱ継続的に、継続していきたいですね。俺の夢は、夢。世界中を旅すること。日本全国、世界中を旅して、地球を遊び尽くすこと。それが俺の夢なんですけど、なるべくお金をかけないで、世界中に旅にできるように、何か人の役に立っていけたらなと思います。肩もみとか。できますよ。仕事をください。世界中、日本全国どこでも旅立ちます。もちろん交通費は払ってください。どこでも行くんで、プラスお小遣いもくれると嬉しいです。いつでもどこでもあなたの元へ飛び立ちます。ということで、本日も勉強になりました。ちょっと長くなっちゃったけど、ありがとうございます。ではまた、バイバーイ。